はい、本日は松本忠選手、今の走塁もやはりね、足の速い松本選手ならではといったところではないでしょうか。このように青い手袋をはめておりまして、青い稲妻ともね呼ばれて、盗塁をね多くされた巨人の選手でございます。そしてですね、81年ぐらいから盗塁のね数が多くなった頃、こちらお写真にありますように上下がつなぎのユニフォームなんですね。あの牽制でパッとこう一塁に戻った時、こうなんですか、ズボンのところにこう砂が入ってね払うのがめんどくさいじゃないですか。結構ね中継とか見たらやってる選手いるじゃないですか。それをね防ぐためにこのね投手としては珍しいこういったつなぎのユニフォームを着られてたんですね。今でもねこのつなぎのユニフォーム着てる選手っているんですかね。松本選手出身は兵庫県尼崎市で、小学6年生から野球を始まり、報徳中学時代はキャッチャーでねクリーンアップを打って、兵庫県とかね近畿とかの大会でね活躍されておりまして、本当こちらのお写真にございます第二の田淵などとも言われていたわけなんでね、意外とキャッチャーやってたっていうのはね本当ねちょっとね意外な感じしますよね。そして高校2年、報徳学園で甲子園に出場されまして、4番レフトで出場されて、このように甲子園でもヒットを打って活躍をされております。そしてねもちろんね打つだけでなくね、こちら当時からね足も速くて、これ盗塁なんかをねバシッと決められていたわけなんですよね。なかなかねいいバッティングっていうかね、なんか長打力もあるっていう感じしますよね当時は。そして高校卒業後は早稲田大学へ進学されることとなったわけでございます。大学時代の後にチームメートとなりますこちら先輩の高田選手がですね、明治大学時代に6大学48盗塁という記録を持っていたわけなんですが、松本選手はその記録を塗り替える57盗塁をマークされたわけでございます。大学2年から外野からサードへコンバートされ、後にセカンドなども守るようになったわけなんですが、大学時代の通算成績は67試合で61安打、打率2割3分5厘、57盗塁をマークされております。松本選手プレー中にね脱臼をいたしまして、それがなんと癖になりまして、大学時代はねなんと7回もね脱臼をするわけなんです。そしてね大学2年の時は左肩のね怪我もされたわけでね、お名前をですねサトシという名前からタダシという名前に、ね、改名されているわけなんですよ。ちなみにですけど松本家はですねお父さんお母さんそしてお姉さんもですね改名をされているそうでございます。そして1976年ドラフト会議、もうね脱臼の癖といがありましてね、日本生命に内定しておりましたが、巨人なんと松本選手を5位で強行指名したわけでございます。当時の長嶋監督がこれから松本選手のね足のある選手が必要になるというねすごい強い気分、そしてはですね正力トールオーナーまでのねこう出馬がありまして、まあ、日本生命の方にもお話をされたみたいで、なんとか松本選手ジャイアンツに入団することとなったわけでございます。1年目から活躍するわけなんですが、まあサードにね高田がいいということでね感度ということが多かったわけなんですが、まあ、ダイソーとかね代打からまあ途中出場が多かったわけなんですがね、こうだんだんレギュラーに、ね、なっていくいう感じなんですよね。なんかね私もなんかその当時覚えてる、あすごいなこれ松本って選手はって思ってたんですけれども、なんとねオールスターのファン投票は中間発表でもね1位になってたわけなんですが、まあ、7月のね5日にですねなんか練習中に初めてねプロに入ったの脱臼をしてしまったんですよね。それからですねちょっと戦列を離れてしまうことになったわけなんですが、1年目はねそれでもなんと49試合に出場、打率3割5分1厘、4本リーダー、そして、ね、10盗塁を、ね、マークされたわけでございます。プロではね5回もね脱臼を繰り返したというわけでね、ついに79年にね左肩の手術をするわけなんですよ。なんかね腰の骨を削ってですねそれを移植してねそれをねなんかストッパーにするらしいんですよ。なんかねラグビーの選手なんかねやってる方がねいらっしゃるみたいらしいんですよ。そして79年を伝説の巨人伊藤キャンプで松本選手外野に転向、そしてね打つ方は足の速さを生かすということでスイッチヒッターに挑戦するわけでございます。なかなかねバットじゃないボールが前に飛ばないとか言ってね、なんか新聞なんかではスイッチ転向失敗なんてもね書かれたりもしておりましたけどね、しかしねこれがですね後に花開くこととなるわけなんですね。1980年はベテラン柴田選手とねセンターの座を競い、シーズン後半にはセンターの座をがっちり掴んだわけでございます。71試合、打率2割7分8厘、21盗塁をマーク、そしてですね
81年には規定打席には届かぬも115試合に出場3割3厘、そしてね33盗塁をマークするわけです。この33盗塁というのは実はね2位なんですよ。このシーズン盗塁を争い先行しておりましたのはチームメートのこちら近藤和正選手、最終的にこの選手は27個、そして阪神真由美選手は5年連続20個以上の盗塁をマークいたしまして、この年は26個、そして盗塁を獲得いたしましたのは大穴といっては失礼かもしれませんがヤクルト青木稔選手でございます。78年優勝した際にはですねヒットは5本しか打っていないわけですが、まあ、ダイソーでね15盗塁で活躍するの本当にね足のスペシャリストだったわけなんですが、この年はですねレギュラーをつかみまして104試合に出場、打率2割6分6厘で松本選手と1個差のね34盗塁で明太盗塁を獲得したわけでございます。その悔しさから翌82年には61盗塁で初の盗塁を獲得したわけなんですがね、バッティングでもなかった見せてくれるんですよね。左打席から遠藤投手からホームランを打っております。このね1983年もっともっとね足がね加速するわけなんですよ。この日のゲームでねまずは池谷投手からセンター前へヒットを打って出塁をするわけでございます。で盗塁をですね見事決めるわけです。こちらがですね75盗塁となりまして、それまでありましたセ・リーグの金山二郎さんの74個のね記録を抜くセ・リーグ記録となったわけで、最終的には76盗塁という記録を作られております。当時はこちらのお写真にございますようにセカンドベースカバーに入っております広島のショート高橋佳子選手とねバチバチの盗塁を、もう2人がねめちゃめちゃ走りまくってましたからね。高橋選手もですね70盗塁でね、まあ、76個の松本選手にかなわなかった2位なんですけどね、70という数字はね今ではねちょっと考えられない、やっぱりねすごい数字だと私は思います。84年は打撃の方ねちょっと調子を落としまして2割5分9厘ながら45盗塁の成績に終わったわけですが、こちらの映像はですねその翌年1985年のものでございます。この年はですねプロ野球に、ね、入りまして初の全試合130試合に、ね、全試合出場されたわけなんですよね。そして規定打席に到達の中ではですね初の打率3割3割2厘という記録をマークされまして、盗塁の、ね、ちょっと減ったわけですが、それでも、ね、32盗塁なわけですが、今のこちらですの平田選手ねなんかよく取りましたね。もう一回スロー出ますね。まあね松本選手なんかねこう打ち上げちゃダメなっていうところもあるわけですが、これでもねポトンと落ちたら下手したら松本選手の足やったら2塁まで行かれちゃうんじゃないかなっていうところね、平田選手ナイスキャッチでございます。そして翌86年は打率2割5分9厘とちょっと打撃はまた落ちましたが盗塁は39というわけで、こちらに向かいました1987年、この年はですね開幕からね結構いい感じで、ね、ガンガンね打ってたわけで、一時はね首位打者という感じだったわけなんですが、途中からね打撃が大不振に陥るわけで、なんと最終的には打率2割4分よりなんと盗塁は13と激減したわけです。ここはしかしながらね清川選手からね見事タイムリーヒットでございます。まあ台頭してきましては駒田選手にポジションを取られる形になるわけなんですが、そしてですね翌年から東京ドームということで阪急ブレーブスのね箕田選手のねトレードの交換員に上がるわけ、まあ実質的な、ね、金銭トレードになるわけですが、まあ事実上の戦力外ということでこの年でね引退することとなったわけでございます。松本選手通算1016試合で902安打342盗塁打率2割7分8厘を記録されております。盗塁王は2回というのはねなんかちょっとね少ない感じはいたしますね。そしてですね肩は弱いながらもセンターの、ね、守備範囲の広い、ね、守りを評価されまして、81年から83年の、ね、3年間連続でダイヤモンドグラブ賞も獲得されております。本日は青い稲妻ジャイアンツ松本忠選手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では